どうも、元 FF11 プレイヤーでもあり、FF14 プレイヤーでもある、ニャンニャンクリーパーです。今回はですね、FF14 でもウェルカムパックキャンペーンがあったので、ちょっとそれで久々にログインしてみました。FF14 の方は4日間だけの、無料ログインなんですね。期間は決まっていて、その中で合計4日間。ということで、はい。で、これを録画しているときはですね、もう FF11 の、散歩動画は全部作り終えていて、はい、そんな状況下ではあるんですけれども、で、FF14 の方も、せっかくだから、ちょっと撮ってみようかなと思いまして、はい、それで、ちょっとログインしようと思ったんですけれども、実際ちょっとこの無料ログイン期間をですね、ちょっと私、失念していたところもあって、実際に初めてログインしてから、ウェルカムバックキャンペーンでログインしてから、そこから4日間しかアクセスできないというのをちょっと知らなくてですね、もうこのキャンペーンが終わる頃にちょっとログインしていた感じだったんじゃないかと。はい。で、実際、撮ったのは1日2日だと思います。あんまり数はないんですが。はい。で、ちょっと久々にログインしたんですけれども、はい。最後。はい。この画面っていうのはあれですね。最後にいた場所を示しているみたいなんですが。9月でしたっけ。そこで最後ログアウト。はい。見てください、これ。元私がいた、ハウスですね。自分のハウスです。もうね、ログインしたら、もう全く別の家。他の人が、購入したんでしょうね。前回私、FF14、ついにハウスを手放すことにしたっていう動画を、作りまして、意外にアクセス数が多くてですね、4000アクセス以上だったんですね。なんでしょうね、FF14 っていうのがやっぱり有名コンテンツだからだと思うんですけれども、FF11 とは、その比較にならないぐらいのアクセス数でしたね。当然今もね、人気のコンテンツですから、こっちのね、FF14 の動画作った方が、ね、再生数も結構伸びるんだろうなとは思うんですけど、はい。こんな感じで、今のね、ハウス作ってる人の、家がこんな感じなんですが、これなんだろう、天井に登れるようになってるんでしょうね。いやー、私もハウス購入して、そういう、なんでしょうね。家の中とか外とか、いろいろやりたかったんですけれども、結局やらないまま終わってしまいました。はい。で、今ログインしたんですけれども、実は結構夜中かな？朝にログインしたと思うんですが、実は理由があってですね。はい。もうフリーカンパニー脱退しようかと思いまして、あんまりね、ログインしない人がね、ずっと、メンバーのままっていうのも、ある意味迷惑かなと思いまして、で、特にFF11 と違って、ログインすると、その記録が残るんですよね。それがいいところもあるし、悪いところでもある。なんかね、ログインするたんびに、ちょっと、あんまり知られたくないっていう時もあるでしょうし、ねえ。かといってね、他の人から見たら、ああ、あの人ログインしてたんだっていうのがわかるっていうのもいいでしょうし、なんとも言えないんですよね。はい。私も FF11 やってた時は、やっぱり、ね、あの人いつの間にかいなくなってるなとか、はい。そういうのもあったんですけど、逆にやっぱり、ああ、あの人ログインしてたんだっていうのがわかりたい時もあるんですよね。知りたい時もあるんですけど、どっちもどっちかなとは思うんですが、とりあえずそんな感じで、ごめんなさい。こう説明してる間に、実はもうフリーカンパニーの脱退をさせていただきました。もうかなりお世話になったとは、ね、あるんですけれども、もともとフリーカンパニー、参加した時は、やっぱり声をかけられたんですね。初心者だから声をかけてくれたんだと思うんですけれども、はい。で、その人に、紹介されて入って、はい。そんなにメンバーはすごく多いってわけじゃないんですけれども。ね、いろいろ協力してもらったり、はい、本当お世話になったんですが、残念ながら私自身半年ぐらいしかプレイしてなくて、あまりね、フリーカンパニーにもちょっと貢献できなかったっていうのもありますね。はい。ちょっと FF11 と違って、なかなかね、どっちもね、いろいろ、長所短所はあるんでしょうけれども、はい。ちょっと残念ながら私は、FF14 もそんなに長くプレイできず、
はい、ずっとメンバーとして残してるのも非常に悪いかなと、で長期不在のまま、はい、メンバーリストには乗っかっている、はい、でね、こういうウェルカムバックの時にちょっとログインして、ちょこっと見たいなと思ってもね、ログイン履歴が出て、はい、ちょっと声かけられてもねあんまりちょっとしかやってない人がね、どうだろう、なんとも言えません。とりあえずちょっとあんまり FF14 のやる気のないものがずっといても悪いかなと思って今回脱退させていただきました。本当はね、ちょっとフリーカンパニーの、代表の方とかにメッセージとかちょっと送ろうと思ってたんですけれども、すいません、これその冒頭にお話しした通り、期間実質2日ぐらいしかやれなくて、それをやる暇もなくですね、ちょっと切れちゃったんですよ、無料期間が。そこがちょっと心の攻撃ですね。はい、最後ちょっとお世話になりましたって打ってから終わりにしたかったんですけども、ちょっとログインする気がまだあったんで、それでちょっとまだメッセージ残せないまま、はい、そして私もちょっと仕事が忙しくて、はい、最後の2日間ログインできないまま切れちゃって、はい、挨拶できないまま突然いなくなってしまった人になってしまいました。ちょっと申し訳ないと思っております。はい、じゃあちょっと改めて、はい、今クガネにいますね。私光る武器やっぱり好きだったんで、なんだっけ、もうちょっとこの武器の名前すらも覚えてないんですけれども、ね、FF11 で言えばレリックとかそれに相当するものを育てる過程の上で、その途中段階の、光るまでの装備です。暗黒騎士と文句でこのように作りました。暗黒騎士はね、もともと育ててなかったんですけれども、光る武器としてはやっぱり結構目立ってかっこいいかなと思って、それで光る武器のために暗黒騎士を育てた感じ。そしてこの文句、これはもう私 FF14 を始めてからもう文句一筋で言ってた、まあ文句一筋っていうか、メイン文句で行こうと思いまして、それで育てたっていう経緯もあって、この光る文句の装備を作ってましたね。あとこれは何だろう、忍者ですね。はい、まあ適当にね、サブジョブもちょこちょこ育ててはいましたけれども、まあ忍者も結構かっこいいかなと思って、はい、あとやっぱり FF11 も14もおしゃれをするゲームですから、はい、やっぱりかっこいいかなと思って、はい、まだ忍者もね、レベルが低いんでいい装備がなかったけれども、はい、あとはまあ着替えのマクロをいろいろ用意してますね。私顔隠す装備が大好きなんで、これ暗黒騎士の頭のやつですよ。FF14 の暗黒騎士のセシルが装備してたやつ。FF14、購入した時についてたおまけのやつ。はい。顔が隠れるんで好きでした。あとは、まあ、それなりに有名なジーンズと、ジャケット。はい。これは、なんだっけ、福袋というか宝くじだかわかんないんですけれども、そんな感じで取得できるやつですね。売るとそれなりの値段がしたはずです。で、これらがね、結構、この組み合わせが、ジャケットと、ジーンズ、まあ、それなりにおしゃれだって、ちょっと勧められて、この装備で、メインで動いてたりしました。はい。で、この光る装備もなかなかいいですよね。これは侍か。はい。この侍の光る装備は多分普通に競売で売ってるやつを買ったんだと思います。はい、こちらは暗黒騎士。はい。やっぱ光る装備はかっこいいなと思います。FF11 でもね、これぐらい光る装備だったらいいなと思ったんですけれども、残念ながらね、FF11 の方はここまできらびやかに光らないんですよね。微妙な、ちょっとじわじわっとしたような光り具合。はい。まあこれはね、11と14のどうしても、発売時期の違いだったり、そういうスペックの違いだとは思いますけれども、はい。で、まあ久々にこうやって動かして、いろいろどういう装備してたかなとか、もう正直もうほとんど、動かし方覚えてないです。1年ぶりのログインなのかな、ちょっとごめんなさい、はっきり覚えてないんですけれども、まあ、まともにプレイしてたのはもう2年以上前の話にはなります。はい。もともとこの FF14 やり始めたっていうのは、家族がやってたんですよね。それでね、特に家族に話もせずですね、ちょっと始めてみて、はい。
まあ、なんて言うんでしょう、キャラメイクに1日かかりましたね。やっぱり最初が肝心かなと思いまして。はい。で、あ、今音楽変わりましたけれども、この、やっぱりクガネの音楽いいですよね。で、この、音楽がメインで、バトル用の音楽とかいろいろアレンジバージョンたくさんあるけれども、はい。とりあえず、この14の中では、この曲のアレンジバージョンの、バトルシーンの音楽は私は一番ですね。はい。あ、この格好も私好きでした。なんだろう、この格好。錬金術の装備だったような気もするけれども、あまり覚えてません。で、これが私のやっぱメインおしゃれ装備。ほぼこの格好でしたね。あとは全身暗黒騎士鎧。はい。もう、このね、普通のおしゃれバージョンと、全身真っ黒な鎧姿。この2つを私のメインとして使ってました。はい。で、話は少し戻って、まあ、EF14 は、まあ、家族がやってたっていうのもあって、まあ、ちょこっとやってみたんですけれども、やっぱりFF14 は、11と違って、アクション要素が、やっぱり、少し大きいんですね。私、FF15 やってましたけど、やっぱりアクションがちょっとすごい苦手なんですよ。やっぱりボタンを適当にポチポチ押してやってる感じな人で、昔の私だったら普通にやれたかもしれないけれども、もう今はちょっとついていけないですね。はい。で、この14の方は、まあ、ね、基本は RPG のその、コマンド選択式だとは思うけれども、11と違って、こう、立ち位置、攻撃を避けなきゃいけないとかいう要素ありますよね。あれ私すごい苦手なんですよ。もう初見は特にそうですけれども、こう相手の挙動を知ってないと、どこが安全地帯なのか。はい。で、みんなについてってこう、うまくね、避けようとするけれども、他の人の行動を見てから動いてるとやっぱり間に合わなくて、それでダメージ食らって、結構迷惑かけてしまうという。そこまで事前にね、YouTube とかの動画で、予習するっていうのも、いや、実際予習はしましたけれども、なかなか、うまくできない。こればかりはごめんなさい。私のプレイヤースキルですね。はい。特に体感戦は私苦手でした。よく落ちました。はい。で、あとは、ジョブもね、私アタッカーを選択しました。やっぱり私のプレイヤースキルでは、やっぱり縦ジョブ、まあ、ナイトとかのそういう縦役とか、あとはヒーラーはやっぱりできないですよ。こんなにね、アクション性高くて、ね、ちょっと操作遅かったら、もうパーティー全滅しかねないような、そんな重要な役割になるジョブはちょっとですね、私には厳しい。それで、アタッカーを選択したんですね。で、やっぱり、FF11 時代から、どうしても、なんて言うんでしょう。やっぱり、簡単なアタッカーの方がいいかなと思って、やっぱり文句を選択してしまったんですよね。殴るだけ。まあ、暗黒騎士だってね、切るだけかもしれないけれども。まあ、とりあえず、最初から選べるジョブ。はい。あとはやっぱり基本殴るっていう、そういうジョブということで、文句を、メイン文句として、はい。当初からプレイしておりました。ということで、ちょっとごめんなさい。まだまだ語り足りないんですけれども。はい。とりあえず、久々に、はい。起動して、まあ、操作方法全然覚えてないんで、もう、ちょこちょこ、どれだけこれだけみたいな感じで、ちょっとおぼつかない操作でいろいろ今、動かしてるところではありますけれども。はい。そんな感じでございます。まあ、今回はここまでで。で、次回からはちょっと散歩動画の方を、それぞれのエリアで作っていきたいと思います。はい。以上、にゃんにゃんクリーパーでした。